うるいっす。やばいな、これ。すごいっすね。やばっ。そっちの方がやばい。ちょっと待って、動画にしようか。そうっすね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、俺の先輩の、それがなんか DIY やってるって言って、家で内装を塗装したいもんねって、この間相談があって、ちょっと見てきたんですよ。でもめっちゃひどいの。もうワットな、この人みたいな。もうお金払ってやってもらった方がいいですよって言って。この間、ほんで見てきて。はい。で、あ、河合くんに取るって頼んだね。で、あ、それが、あの、そう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 。ああ、はい、着きました。はい。これね、これです。いや、ね、まあ実際ここを全部塗るんですよ。今これちょっと自分で塗ったんですよね。この状態で相談があって、もうその時はもうテレビも全部ある状態で塗ってましたからね。はい。で、今もうこのうちのボスを連れていたんで、はい、もう完璧だと思うんですけど。ボス頼ます。ちょっとまず今、まあ、初めて見たんであれですけど、うん、ツッコミどころが満載だなって。すいません、すいません。まあその今言った下塗りが入ってないことと、うん、カーブも取った方がいいですよ、これ。見えじゃん。いや、塗装するときはしょうがないです。で、養生だけはしないんです。もうこれだって塗料入ったから全部煮込むしかないです。視聴者の皆さん、こんな感じですよ。わかる？わかる？はい。絶対無理だろ、これ。この部屋をこれにするって言ってるね。この部屋をこれにするって言ってるけど、まあ、やってみるだけやってみましょうよ。やばいな、これ。すごいっすね。これやばっ。そっちの方がやばい。セリス、セリス、お疲れ様でーす。半数回です。まあ途中ですからね。あ、2回ぐらい撮影来てますもんね。うわぁ、俺それよりも本気になるんですけど。何なんですよ、これ。男のロマンみたいな。これは完全やばいよ。殺し屋でした。ヒットマンでした。ヒットマンでした。もしかして。ヒットマン。やばいよ、マジで。これすごい。これ NG だろ、これ。あの、一番多くの20万かかってるね。マジか。20万。すごいな、これ。これ、違法解除してるやつ。違法ではない。ちょ、重たいわ。重たいわ。ちょっと待っていいですか。落としそうっす。ゲームでしか見たことないです。やば。これ、うわ、これやばいやつでしょ、俺が。違法じゃないこれ、近接でも戦えるみたいな。近接でも戦えるみたいな。近接でも戦えるみたいな。これ危ないでしょ。これ、何なんすか、刺すんですか。うん、やってみよう。ちょ、本当に違法じゃないですか、これ。大丈夫、大丈夫。違法だったら使えるんだろう。使えるんですか。大丈夫、大丈夫。こういうの、削っていいですか。これ、売っとるやつは大丈夫ですよ。あ、マジですか。すげえ。いやいや、こんなんだと本当に人殺せますよね。あ、刺すってことですか。刺すってこと。いや、これこうやって立てる。土に。ああ、立てれるんだ。ああ、そういうことか。そういうことなんだね。これやべえじゃんと思って。こうやって狙うやつ。なるほど、なるほど。すごい。じゃあちょっと一発。あぶねえっす。弾出ます。いや、バッテリー入ったら。ああ、そういうことですか。ドロー重たいし、すごいね。これ普通に当てたら貫通するんじゃん、その人間。痛いよ、ものすごい軽い。うわ、すごいな、これ。まあ、リフォームみたいな。これ男のロマンですね、こうやって。すげえ。ペストみたいな。お尻も全部変えたもんね。ここまで改造したんですね。あ、そうですね。うん。あ、で、ここもそうか。そう、ちょっと、カーテンとかつけて。まあ、つけてないんですけど。これ、なんすか、この銃とか。なんでこんな10万じゃない。やばくね、これ。やばい。いつこ。なんすか、これ、いくら、総額いくらなんすか、これ、全部。いや、100はいっとんね。え、マジですか。すごいね。あの、カスタムしたのが多いの。はぁ。あと装備とかも揃えたらもう、いっちゃうね。それ、サバゲーみたいなのやってる。サバゲーで。うん。やりたいの。お前これ好きなんじゃない。これ好きですけど、見たことないですね。いや、ほんとに好き。5、6人分ぐらいはある。すげぇ。これ日曜日とかみんなで山でやるんですよね。そう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 。っていうの。へぇ。めっちゃ面白そうだろ。面白そうですね。うん。やりたい。いかに道場でやりたいから、ドバーで対決。面白そうですね。そうそうそう。こういうのは何ですか、リフォームじゃちょっと紹介してください。リフォーム。だけどこれ、前と変わりすぎて、もう分からんすわ。分からんでしょう。で、僕がぶち壊したところもあるし。ここら辺か。ぶち壊した。こっからっすね。そうそう。なるほど。これ、取った方がいいんちゃうんですか。取っちゃう。いや、ここなんかもう一つの部屋にしちゃうんじゃないですか。また無謀だけど。こことかどうなんですか。これ一つの部屋にしちゃうんじゃないですか。
まあ、まあその方がいいといえばいいんだけどね、広く感じるで、うん、空間は広く見えます。空間は広くなるよね。いや、リフォームだったらこれ取りますよ、僕だったら。大丈夫なの？大丈夫かどうか、めくったらわかります。いっぺんめくってみます。先輩、取っていいですか？いや、前来た時からもう決めとったんですよ、僕。あれ取った方がいいよなってな。やった。え、もう見え？てってれー。最低。これ普通にあれっすよ、グッてやるから。うわ、いいよ。やばっ。大丈夫かて。これちょっと想定外だった。ちょっと見るだけじゃない。これ全部 DIY で自分でやったってことですもんね。そうだね。これもうクロスも全部自分で貼ったんですか？そう、自分たちで。友達と。すげえ。ちょっと荒いけどね、やっぱり。うん、まあ、まあ細かいところ見ていくとあれですけど、ね、全然おしゃれじゃないですか、カーテンとかも。で、この壁がブロックですね。これ誰が並べたんですか、このブロックは。張り紙で。これ張り紙でやってますよね。張り紙が、うん。これすごいな。これもすごいな。これ手作りじゃないですか、これ。いや、すごい。それアンティーク、メルカリで見つけて。あ、これを白く色を塗って貼れた。あ、これを、うん、へぇー。これだって、だって自分でできるんですよ、これ。すごいっすね。なかなかないで。マジでももうめんどくさいで、二度とやるとか。何日かかりました？だいぶかかった。で、仕事の合間じゃん。床もまた張り替えましたね、これ。あ、そうですね。あれだけだよ。まだ張ってないけど、このなんていうの、ロールで売っとるやつ。前また違うやつ貼ってましたよね。買い直したんですか？ああ、いや、いや、これだよ。あ、最初からこれでした？前来た時も。で、トイレとかついちゃってるですね。うん、ついちゃってる。塗装は頼めるじゃないですか、ね、そこで。ここも塗ってもいけますよ、ここも塗れますよ。そう、なんかさ、うん、あの、いや、家の外観塗ってくれた方がいい。ああ、そうですね。それぐらいの親孝行しろよ。ああ、それぐらい。足は俺だけだるわ。まあ、有料だけど。これはすごいわ。すごいっす。これ、天井も貼ったっすか、なんか。これ元々ですか？あ、塗っただけで、ここだでやっぱり壁があったもんで。ああ、そうですね。打ち壊したら丸見えなもんで。はい。ベニヤ貼って、これ何、天井塗ったんです？どうやって塗ったんです？塗った。ローラーで名前つけて、で下ベタベタになりましたよね。最初これまだ外しとる状態で。ああ、で上だけ塗って、うん、あ、結構やっとるですね。あれは最初からですか？あれはもうちょっと古い。あれじゃん。取っちゃえじゃないですか？いや、もうや、もうやめて。取って。もうやめて。もうやめて。もう三年。なんか濃かった。もうあれ、何もう半年以上前ですもんね。そうだね。夏とかでしょ。夏だったっけ。どんな内容かも忘れちゃったけど、ここら辺の壁ぶち壊したのを覚えとんだわ。そうですね。ここで L 字の壁が。ああ。こういう壁が。そうですよね。で、もうこんなん取れますよみたいな感じで。ちょっとベシベシって取ったの。で、あれ残したらダサかったですもんね。絶対取ったらなかったですもんね。はい、で、この柱がちょっと微妙でわからんで、そうそう、まあ残したと思うんですよね。なんか誰かに聞いたとかじゃなくて、はい、中見たら上にぶっとい柱に、はい、をなんか下にあったもんで、ね、支え取らんかなと思って。あ、逆にそう、あ、逆にそうだったらいいと思うんですよね。まあでも整いますよ、一回。ちょっとやめてよ。一回撮ってみます。いや、俺はいいよ。普通にすごすぎますね。すごいな、本当びっくりしたな。まあね、一応完成したんです。本当完成したばっかですね。あの、あれも全部作ったんですか、自分たちで。棚も。そうそう。モーターも。あ、なんかテーマありましたね、そういえば。あ、なんか言ってたな、だったっけ。なんか言ってたね。テーマなんか言ってました。なんか言ってたな。なんか。海みたいな、なんとかの海、南国の、あ、南国のなんちゃらとか、なんか言ってましたね。もう忘れました。イメージがね。なんか言ってましたね。全然わからんわと思ったんですけど。なんか言ってましたね。あの、前回の多分こういうのにしたいっていう写真前回撮った。あ、撮ってます撮ってます。あれにだいぶ近づいたと思う。ああ、そうですね。パッと見たら、おおと思いましたね。いや、これはやっぱ全然部屋印象変わりますよね。これが一つあるとないとで。これはいいわ、でも本当に。素人になるんで。彼女もできて。できて。結婚されたんですか？あ、まだ。
あ、でも、結婚考えられてますね。もう、もう間近かな。もうそういう婚約中ですか？あ、まだそこまでじゃない。お互い話はしてない。動画に使わないですか？あ、そういう話は。動画で使っていいんですか？いいよ。またお母さん増えるな。お母さん増えるな。お母さん二人最高やんけ。お母さん二人で。最高やんけ。今現状親父二人いますから。お父さん二人のお母さん二人。最高だな。いや、そんなにいや。いや、そんなに。一人で十分。まず連れ数えるところが増えるだけだ。増えるだけだから美味しいがよ、お前。俺だったらもうラッキーだぞ、お前。かじっちゃおうだぞ、お前。かじっちゃおう。かじっちゃおうだぞ、お前。はい、じゃあ皆さん。今日は、リフォーム動画長くなりましたけど、まあ、今ちょうど本当ね、リフォーム屋さん探すんだったら、マッチング道場っていうぐらい、マッチングサイトがありますので、はい、その外気しか頼めないんですけど、本当に業界、もう最安値、ね、挑戦、YouTube で募集しようだけで600社、700社ってどんどん増えていってるんで、はい、広告宣伝費かけずに、外気の一般の人と、業者をつなぐってことでやってますので、ぜひ登録の方お願いします。お願いします。またねー。